とは過ちを繰り返す。1776年、この偉大な国は武力こそが生命、自由、幸福の追求を守る唯一の手段であることを受け入れた。アメリカ建国の父たちが今のアメリカを見たらどう思うだろうか。我々はアンティータムからアーミアム、そして沖縄からアンカレッジに至るまで様々な地で戦ってきた。そして今新たな脅威が迫ってきている。そう、民主主義が危機に瀕しているのだ。だからこそ2076年7月4日の今日、この偉大な国の建国から300年の日に、我々はボルト76の完成をこの場で祝福している。地下に広がるシェルターを開発したのはボルトテック社だが、築き上げたのはここにいるあなた方、素晴らしきアメリカ国民だ。だからたとえ爆弾を落とされても、全てが破壊されても、我々には希望がある。しかし全員は救えない。このボルトに入るのは最も優れた一部の人々に限られる。やがて戦争は終わり、死の灰も時期に収まる。その時こそ再建の時だ。壁や建造物だけではない、我々の精神や思想、そしてアメリカそのものを立て直すのだ。今日ここにいる誰もが世界に平和が訪れることを祈っている。しかし待ち受けるものが平和でなく戦争ならば、共に立ち向かわなければならない。このボルト76から我々の未来が始まる。外しすぎた人や寝坊してしまった人もいるかもしれません。ですが目を覚まし外に向かう時です。ここに留まるのはもう十分でしょう。今日は再生の日です。旅立ちの時を迎え、皆さんがボルト76にやってきた日のことが思い返されます。皆さんの置かれた立場、人種、肌の色、心情はそれぞれ違います。ですが皆さんは一つの重要な特性を共有しています。それはこの国で最も偉大な人材の一人であるということです。そして何よりこれからも私の大切な家族です。
なたに託された任務はまさにアメリカの再建そのものです。とても大きな責任です。ボルトテックが期待を寄せていることを覚えておいてください。私はあなたを誇りに思っています。あなたがこれを聞くときには私が出発してから数時間が経っているはずです。私には自分の任務があります。アパラチアでの任務が。以上、こちらは監督官です。メッセージは24時間後に。繰り返します。システム上ロック。もしもし。ようやくあなたの再生の日が来ました。わかりますよ。外の世界を旅したくてうずうずしてるんでしょう。そうですよね。まったく、核爆弾が落ちたあの不幸な出来事があったせいで外部センサーは動かなくなってしまいましたから、あなたの友達の多くはずっと前に旅立ちました。彼らがアパラチアにどれほどの変化をもたらしたのか知る由もありません。そうですね、何ヶ月も経ちますし、もうないでしょう。それに監督官はアメリカを再建するためにここを去ったんです。あなたも彼女を見習ってはいかがですか。素晴らしい。冒険とチャンスがあなたを待っていますよ。売店に行けば生き残るための貴重な情報を入手できますよ。行動あるのみ。スタンドパネルに装備がありますよ。一人一つずつです。生肉食？最悪です。放射能汚染された生肉食？超最悪です。飢えと渇きは病気になるリスクを高めます。生傷から感染するなんて最悪ですよ。本当に覚えておきましょう。ラッド X は放射線病の予防、ラッドアウェイは治療に使用します。外の世界でちょっと頑張ればあっという間にウェストバージニア全土に電力を供給できますよ。
監督官のログ。まだ再生の日の振りをするんですか？再生の日の本来の意味を覚えておいでですか？アパラチアを再建するならまだ遅くはありません。あなたの才能があれば何でもできるはずです。間違いないです。何にでもなれる。殺し屋、医者、ハッカー、捨て駒の兵士。人類って素晴らしい。下にいる若い女性、まだ不審な行動は起こしてませんが、よければ話してきてもらえませんか？乱暴を働くつもりでなければいいのですが。はい、だいぶ前ですが。でも彼女は機転の利く人でした。きっと無事なはずです。方があるはず。多分ね。待って、ボルトの居住者？ちょっと、ちょっと落ち着いて。私はあなたの敵じゃない。少し質問したいだけ。あんたはそのボルトから来たのね？あそこは誰もいないと思ってた。待って、ドアは開いてるの？相棒と私はボルトへ入りたいの。ザ・ウェイワードにチップをもらったの。あの場所は聞いた？新しいバー。その男が言うには、彼に最後のキャップを渡した後にね。それに言ったのよ、あのボルトの中だって。つまり大物はここだと。
私たちが不運から逃げるラストチャンスよ。わかるでしょ、みんなが戻ってきた理由。お宝よ。でもレイシー言ったでしょ、あいつに騙されたの。でもこれが最後のキャップよ。いいえ、誰かが何かを知ってるはずよ。見つけるまでは頑張らなくちゃ。素敵。ありがたいわね、質問に答えてくれたんだとしたら。何かお返ししないと。何か聞きたいことはある？武器もなしにここへ送られてきたの？丸腰なら急がないとね。ほら、あんたの監督官が絡んでるなら、放送したのは彼女じゃない。ごめん、ザ・ウェイワードで聞くといいわ。自然に足を止める場所として仕立て上げたようね。喜んで話すわ。あまり多くないけど、何者かが以前アパラチアに宝が埋められていると放送したのよ。宝が何なのか、どこにあるのかはわからない。でも自暴自棄になっていた人々はラジオを聞いて宝を手に入れるために戻ってきたんでしょうね。モンスターもそれ以外も。ザ・ウェイワードで会った人、カーターだったかな。彼は手がかりをくれた。有金全てと交換で奴らを利用するときね。アパラチアについて？墓場だってこと以外に？そうね、長くここに住んでるわけじゃないけど、経験から言えるのは、このエリアは前にひどい攻撃を受けたの。その後間もなく現れたのよ。スコーチが。奴らは冷酷よ。あの爆発で死ななかった人をみんな片付けた。人間がいなくなり、全部めちゃくちゃになったわ。私たちはバージニアから来たの。ああ、かつてのバージニアね。この先はもっと危険地帯よ。綺麗にされてなんとか生きていける場所はいくつかあるけど、アパラチアは本当に危険よ。気をつけて。
Ugh!
プロテクトロンは素敵な木工品を製造しますが、彼らには不要の品です。保安と奉仕に努めます。木材の余剰在庫を木材中伐採。プロテクトロンは昼夜問わず